ドイツの日清、焼きそばクラシック、ドイツやフランスなど西ヨーロッパ仕様です。揚げ麺に液体ソースがついており、火薬は最初から入っています。麺は中ぐらいの太さで、もちもちした粘りがあり、存在感は高いです。お湯を切る仕組みは日本とは違い、樹脂製の穴の開いた蓋を使います。でも穴が小さいので時間がかかります。ソースはちょっと焦げたような香りがしますが、日本のソース焼きそばとほとんど変わらない印象です。液体ソースのせいもあり、重量感のあるこってりした味です。ピリッとした刺激があるので、鈍重な感じはありません。キャベツは結構たくさん入っています。タンパク質のような粒々はほとんど存在感がありません。これに青のりを入れて食べれば、ほとんどの人が日本の製品だと思うでしょう。